カントリーガールズの柳川ななみです。同じくカントリーガールズの船木結です。はい、今回は新番組ガールズナイトアウトのロケ第1弾ということで神奈川県の江ノ島にやってきました。イエーイ。はい、私たちはロケをすること自体も初めてで、ななみは神奈川県出身だけど来たことある？私はそうですね、小さい子はよく来てたんだけど、うん、最近は全然で、今回のロケとっても楽しみです。おお、そうですね、はい、海も綺麗で釣りとかもしてる人がいたりとか、はい、たくさんいるね。さっきは鳥もたくさん飛んでたんだけど、あ、今飛んでるかな。あー、飛んでる、すごい、ね、羽がかっこいいですね。大阪ではあんまり見ない景色だから新鮮です。え、海とかってあんまり行かない？普段あるけど普段はあんまり行かないかな。ビルとかがやっぱり多いから。あー、そっかそっか、なかなか行かないな。まあ、こんな綺麗な景色の中ね、まあ、今回どんなことしてみたいとかある？でもやっぱり初めて来たのもあって、うん、まだ全然想像がつかないんですけど、やっぱり美味しい食べ物は食べたいなって思います。来たからにはね、美味しいものはまあチェックしておきたいなっていうことで、うんうん、あとまあ江ノ島にはパワースポットもあるということで、まあ女の子たちはね結構パワースポット好きな人も多いと思うんだけど、ね、うん、まあ私たちも神頼みだよね。はい、まあ、行ってみたいなって思いますね。それでは散歩スタートしましょう。行こう。ここが弁財天中見世通りだね。ここがなんか有名なメインのところなのか。うん、メインストリートみたいな感じの道になって、うん、まあ、こうしたお土産屋さんもね、たくさんあったりするんだけど、いい匂いがする。お饅頭がある。美味しそう。いただきます。うん、うん、めっちゃ美味しい。私ね、こしあん派なの。そうなんだ、うん、美味しい。あったかい、本当に。うん、こっちのあんこはね、ほう、粒あんだと思う、多分。粒あん、粒あん、いただきます。ちょっと、うん、うん、どう？美味しい。美味しい。うん、パリパリしてる。なんかね、そう、いろんな食感が混ざるのって美味しいよね。ね。はい。はい。いざ。おー、音がすごい。すごい音。あ、煙がすごい出てくる。あ、煙になってる。すごい。うん、大きいね。どうしよう、これこう取った方がいいのかな。そのままガブッと、うん、ワイルドに、ワイルドにいただきます。さっきアイスモナカ私食べたけどね、今度はタコせんべいを。おいしい。本当においしい。待って、本当においしいよ。本当、うん、全然前にいっぱいついちゃうけど。でもさ、タコせんべいってさ、うん、なんかおせんべいがタコ味みたいなイメージあったじゃん。だけどさ、本当にタコだけをおせんべいにしてるっていうのが、うん、新鮮。顔と同じぐらいある。もっとでかいよ。なんだな。はい、私たちは今旧市街地にやってきました。はい、江ノ島って観光地じゃない、だけどまあのんびりしていて、ノスタルジックないい雰囲気ですね。あ、ノスタルジックってどういう意味ですか？郷愁があるっていう意味なんだけど、まあ古風でいい意味で昔っぽいっていうか。あ、わかるかな。なんかレトロな雰囲気って感じ。じゃあ歩きましょうかね。はい、ね。はあ、普段こうやってさ、うん、どっかを散歩したり歩いたりすることってある？いや、ないね。ないし、ない。ない。基本的に家の中にいることが多くて、基本的にね、あんまり何アウトドア派ではないから、家の中にこもってることが多いんだけど、気持ちいいね、風が。めっちゃ気持ちいい。ここら辺はやっぱり海沿いなので、うん、魚に関するお店多いね。ね、やっぱり釣りだったりとか、まあ、漁業だったりとかに関する。ああ、釣りとかしたことある？ない。ない。ない。そう、娘もね、あんまりないんだけど、なんか学校のそういう遠足みたいな感じのやつではやったことあるけど。あるの？そう、ないよ。本格的なではないけど、
そうやったことない。でもちょっとやってみたいっていう気持ちは正直あるね。でもその魚の表みたいなのをもらうんだけど、表？そう、こういうこれがこの魚ですよみたいなのもらったんだけど、うん、なんかそのやつに乗ってない魚とか見つけたりして、すごい。それでみんな大騒ぎとかすごいしてた。サザエ、ハマグリ、ちょっとね、有名なところからずれたところでも、うん、ほっとしてね、うん、のんびりいい雰囲気のところがあるよね。よし、不甲斐に突入。うん、おいしい。何もつけなくても全然味ついてる。あ、そうなんだ。ここね、今食べてるところ、うん、食堂井上さんっていうところなんだけど、うん、なんかさっき言ってたメインストリートのところよりも全然ね、行列ができてるとか、うん、そういうことでもなくて、すごく穴場なところなんだけど、うん、すごく美味しいって評判らしい。あ、そうなんだ。やっぱりちょっと町の外れたところでも、うん、隠れた名店っていうのとかあるんだよ。そうだね、とても美味しかったです。美味しかったです。ありがとうございました。ありがとうございました。料理をする上で、うん、調理方法とかじゃないんですけど、気持ち的になんかこだわりとか、やっぱり取り立てのやつを自然に出すのが一番いいね。変な料理、例えば一つ下ビラメの場合なんかムニエリなんかしないで、そのまま甘く煮て出した方が美味しいんですよ。だからそういうことはやってますけどね。美味しかったです。ありがとうございます。ついに、ね、やってきたね、江ノ島神社に行きましたけど、ここは、うん、なんか何だって音楽とか芸能の何パワースポットみたいなのがあるらしくて、でもさっきさ、うん、ご飯食べてきたからさ、うん、こうやっぱりね、食べたら運動して消費しないと、うん、やばいから、うん、そうだから消費しないとダメだから、うん、今階段登ってるけど、うん、なんだっけ、有料でこのエスカレーターそうみたいなのが、ね、あるらしいよね。でもまあ階段をね、こう実際こう一段一段こう登っていくと、ご利益、ね、ご利益があるかもしれないからね、うん、私たちがね、先輩方の分までねね、パワーをね、パワーをいただいて、そう、もらってね。あれだけ食べたのにまだ甘いもの食べたいね。食べれる、全然食べれる。甘いものなんか別腹って本当にあるらしいの。あ、そうなの。なんかケーキ好きな人いるじゃん、うん、よく。あ、でも娘波だけ好きだから、波だけ別腹だよ。そうそうそう。さあ左手、左手に水をまず、左手こっちだよね。うん、できた。お願いします。おお、番号を教えてください。10です。10番。はい、よいしょ。38番です。せーの、でねん、吉。小吉。え、どっちがこれあれなの。運勢小吉、坂道を下るように楽にことが運びます。おい、なくしもの、女性が知ってる時があります。え、どこ旅行行った方が良いでしょう。盗難に注意することです。じゃあどうぞ。はい、吉。目上の人が引き立てによって幸運に恵まれます。まあ、桃地先輩とかの保護によって ね、そうだね、先輩方の保護によって、まあ、トークとかうまくいくかなって感じです。元気を出してことに当たること。しかし勢いに任せると心におごりを生み災いが起こります。はい、油断しないようにね、気をつけろということですけどね、うん。はい、2016年のこうね、今1月に始まったけど、ね、こうやってこうね、おみくじを引いて、うん、まあなかなか
いい結果だったんじゃないかな。今日とかではないしね、うん、私もなかなかいい結果だったと思うから、うん、まあちょっとさらに上を目指してね、上を目指そうということで、展望台が、そう、展望台があるらしいので、ね、行ってみよう、行ってみたいと思います。はい、ちなみにお金と心を清めるという意味があるそうで、うん、銭洗いをするとお金が増えるとか言われてるそうですよ。ドキドキワクワク。あれに見えるの？うん、せーの。あー、惜しい、届かない。思ってる遠いね、これ、ね、意外と思っちゃった、ね、これ入らなかったらなんかあれなのかな。大丈夫だよね。でもここら辺に落ちてるのもたくさんあるよ。大丈夫だろうね。大丈夫です、まあ、多分自分を信じればね、大丈夫だと思う。大丈夫です。すごい、ね、これがエスカー。エスカー、エスカーって最初聞いた時何なのって思って。そう、エスカレーターはそのびっくり、ね、見てるけど、うん、見てるとかそうなのかな。そうだけど呼び方が違うんだ ね、多分エスカー。すごい、なんかさ、上に引き込まれてるみたい。あ、わかる、なんか吸い込まれてる。いや、怖い。到着、到着、到着。いよいよね、まあ、シーキャンドルの声からね、上がるね、はい、これからね、頂上に行こうとしてるわけだけど、ね、いい感じにこうね、日も出てきたから、ね、タイミングもバッチリだった、はい、景色撮れそうな感じで、うん、楽しみ、ね、普段さ、夜景見に行ったりとかしたことある？全くしない。ほんと大阪とか結構ありそうだけどね。景色は全くあんまり見ないかもしれない、景色とかね、なんか大人なイメージ、景色見て楽しむって。なんかちょっとドキドキする。おお、日が、あ、だんだん見えてきた。あー、綺麗、高い、すごい、なんかさ緑も海もあって綺麗だ ね、すごい、遠くまで見える。おー、あー、すごい、だ、あー、すごい、綺麗、床が違う、ね、木の床が。あー、すごい、おお、なかなか、あ、綺麗、帽子みたい、なんかすごいね、自然がたくさんあるね、すごい、緑がたくさんあるし、海もあるし、あっちがこうやって歩いてたんだよね。多分そうだよね。えー、綺麗、でも実際見ると違うよね、見たら、うん、うわーってなるよね。でさ、短い時間だけどさ、結構いろんなとこ回ってるね、ほんとね、うん、てかこんなに短時間でいろんなとこが回れるぐらい充実してるんだなって思った。逆に一日振り返っちゃう、ほんと、まあちょっとすごい思った。なんかでもさ、神社とここがつながってるってさ、すごくね、すごいよね。そう、なんかさ、雰囲気全然違うよね。そう、全然さ、なんかさ、神社ってイメージとかけ離れてる場所にさ、急に入ったからちょっと ね、ギャップって感じだけど、ね、ギャップ、うん、すごい、ほんとなんかバーってまっすぐ行ってる、眩しい ね、すごい、海って本当に広いんだね。ね、それを本当に思った。なんかそれ以外に言う言葉が思いつかないよ。本当に綺麗、うん、綺麗だし、なんか広すぎるね、ぐらい広い、うん、なんか船とかもさ、絶対近くで見たら大きいわけじゃん、うん、こっから見たらめっちゃちっちゃく見える、うん、なんかちっちゃい、全部がちっちゃく見える。鳥とかさ、なんかもっとここら辺の高いの飛んでるイメージだけどさ、こう見たら結構低いんだね、鳥飛んでる距離って、よいしょ、おー、あー、すごい、すごい、やっぱりね、室内で見るのとはまた違うね、違う、なんか実際空気が、そう、空気感じられるし、こっちかな、いい感じで、そう、うん、すごい、海もすごい、海はね、うん、ちゃんと見える。今日は一日どうでしたか？逆に聞くけど、結ぶわ。え、なんかさ、うん、初めはさ、なんか楽しみだったけどさ、うん、楽しみとか言いつつ、やっぱりちょっとだけ緊張があったの、うん、なんかどうしたらいいか分かんないし、全然緊張してなかった。え、緊張があったんだけど、全然楽しみだったよ、楽しかったけど、ほん1ミリぐらいだけ緊張があったけど、うん、なんか徐々に楽しくなってって、なんかさ、初めてじゃん、こういうの、何したらいいか分かんない時もさ、あったけどさ、ね、なんか楽しかった、うん。ちょうどね、夕暮れ時に、うん、ここ焦げてよかったな、綺麗だったから、すごい楽しい、ね、
またね、今度別のところにも、ね、遊びに行きたいね。そう、江ノ島だけじゃなくて、うん、まあね、まあ、こう、うん、まったりしたところとか都会のところとか、うん、結ぶとこうやってさ長くお出かけしたりとかっていうのも、うん、まあ、初めてなわけじゃん、うん、結ぶと楽しくお話できたし、うん、美味しいものが食べたりとかこうやって行きたいって言ってたパワースポット焦げたりとか、ね、いい景色も本当に見れたし、うん、空気感もすごい綺麗で、うん、そういう場所に結ぶと焦げてよかったなって思うのと、その距離が縮まったから、またこれからも どんどん ね仲良しになっていって ね、はい、同期の絆をね深めていけたらなと思いました ね